一週間ぶりぐらいやな。一週間ぶりぐらいですよ。なんか、バス停で待ちぼけ。しかも夕方やな。夕方になったら、バスが一本しかない。この時間やな。今のこの時間あかんかったら、この時間あかんかったら、もう、6時台のバスはないのよな。ないんですよ。この時間過ぎたバスが。うっそやろ。ほんまやね、これは。怖いよな。けど行かなあかんね、今日は。今日行けと、今日行けと、心が叫ぶみたいな。今日はね、電車で舞鶴まで出るんですよ。東舞鶴からフェリー乗り場まで走るのかな。おそらく東舞鶴ぐらいで、ご飯食べてちょっとほっこりしてからフェリー乗り場に、取りに行くことになると思う。おそらくね、今日は忙しい一日になるでみたいな。夕方からやけど、なんかドキドキするよな。いつぐりぐらいやろ。アルファロメオ取りに行った時でもこんなにドキドキ感はなかったけどな。やっぱりそうやな。っていうとこやな。っていうところですよ。バスがまたね、時間通りに来ないのよ、親が。この前のイプシロンの時はね、イプシロンの時は京都駅の到着が遅れて、サンダーバードの到着が遅れてね、京都駅でサンダーバードが遅れたから、北陸新幹線がね、ちょっと乗れたんギリギリで、あれあかんかったら1時間ぐらい遅れんだな、あれ思ったら。なんで人口の少ないね、人口のところ少ないところほどね、時間にルーズなんかっていうのを問いただしたいよな、こんなに。っていうところで、あとまだ5分ぐらいあるな。